井上達造8月29日から1950年は、大日本帝国陸軍の軍人。陸軍中将。井上成美海軍大将の実刑。妻は、工場二郎海軍中将の妹。井上達造の家族関係については、井上成美親類を参照。本記事の出典は、突起ない限り、井上成美電気観光会編著。 井上成美井上成美電機観光会、1982年、17から19ページ。宮城県仙台に生まれる。小学校時代は、山梨勝之新海軍大将と同級。東北学院を経て、陸軍士官学校に進んだ。士官候補生11期、1899年11月、卒業。陸軍砲兵将位に任官。 志向11期の著名な同期生には、寺内都市一元水、多門次郎中将、両名とも陸軍大学校21期がいる。井上は、陸大を卒業せず、人事官令で、陸大卒と同等とみなされる資格も有しない、無点組みながら、旧法、要塞法の開発に寄与した重法の権威で、少々として、重法兵学校長を務め、 1932年12月7日に、中条に進級すると同時に、市長兵官に補えされ、1935年8月1日まで、同職を務めた。井上が、畑違いの市長兵官に補えされたのは、市長兵出身者の人材不足を補うためだった。井上は、市長には素人ながら人格指揮権の卓越した、教育家であったが、 市長編出身者はなかなか収まらず、大臣官邸に座り込みをするなど騒いだ一幕もあった。帝国陸軍では、陸大卒業者は、それまでの実績に基づく序列にかかわらず、陸士同期生の左右翼に置かれる特権的待遇を受け、他の陸士同期生を引き離して昇進した。また、方向学校高等科優等卒業者、 国内外の大学に派遣されて、学位内視工学士、理学士等の学士号を得た者は、陸軍の人事管理上、陸大卒同等とみなされた。陸軍史上、技術系の養殖を歴任して、大将に信任された、技術将校たる、陸軍大将は4名いる。うち、小形は、陸大卒業者、方向学校高等科優等卒業者、 学位ないし学士号保有者の三要件のいずれにも該当しない無転組であった。同じく無転組の技術将校であった井上は対象信任には至らなかったが、尾形に準じた処遇を受けて中将に登ったと思われる。志向11期で陸大卒業者以外で中将に進級した者は井上を含めて7名いた。うち二名八月一日に大将に信任される。 方向学校高等科優等卒業の勝野正夫は、陸大卒同等とみなされた資格を有する技術商工であり、陸大卒の寺内と多門に一年遅れるだけの1930年8月1日に、中上に進級した。志向11期の陸大卒業者以外の中上進級は、井上を含む3名が1932年12月7日に、進級したのが最後であった。 1935年8月1日に退命となり、同月28日予備役に編入された。その後法政大学総長、竹内が球児の招きにより1943年9月から法政大学第二中学校の校長を務め、さらに1945年1月から法政大学航空工業専門学校士官、同年6月から、 法政大学予課長も兼務した。しかし敗戦の翌月、井上は突如として砲台から放逐された。その理由について、野上と与一郎は妻に宛てた手紙の中で次のように述べている。ミス、トルネが、米軍司令官の夫妻をつているので、しきりに、と一のことを言ったらしい。井上中将、工場少将の辞めさせられたのはほとんど。 トルネ一人でやったのだとタメミツ氏は言っている。ありがとうございます。